でかいでかいでかい。メジャーとか持ってった意味なかった。さあ車中泊場所に到着しました。行きましょう。コンビニのお弁当にしました。香ばし野菜炒め弁当、非常にヘルシーな、多分ね。でちょっと栄養偏ったら嫌な気がするんで、子供魂にしかならないと思いますが、この玉ねぎも摂取しようかなと思います。じゃあいただきましょうかね。え、じゃあいただきます。あっつ、うっしゃ、出ますね。それでは皆さん乾杯、いただきます。やっぱこの札幌一番の黒ラベルが一番美味しいね、個人的には。はい、じゃあこの、いいでしょ、静かに一人で車の中でお弁当をたしなみながらこのまま寝るっていう。このお肉ですね。うん、あ、美味しいね。最高、笑顔になるね。ほら、すごい健康的でしょ。野菜がいっぱい入ってて、まあ正直言うとちょっと味があっさりしてるんで、どちらかというとこのご飯のおかずかなーって感じがする。もうちょっとなんかお供が欲しいね、味濃いやつ。うん、これも飲みますよ。淡路島産玉ねぎ砂ずりポン酢っていうやつ、美味しそう。うわー、くそー、股間に砂ずりが、やばいよ。うわー、はい、それじゃあこれにポン酢をかけーの。うん、あー、いいね。まだねお酒余っとるんで、飲みながらポテチ行こうかなと思います。まあね、正直無難どころで言ったらカルビー小池屋なんですけれども、このポテチをね、いろいろ探索してる身としては、このパッケージ版のセブンイレブンのポテチ見たことなかったんで、ちょっとこれで試してみようということで。で、セブンイレブンのポテチはね、この前のパッケージかな、わからんけど、結構好きで食べたんで、ちょっと味が変わったのがね、見てみよう。あー、なるほどね。こんな感じ。僕ね、このザクザクっとしたさ、ちょっと熱いやつ、あれあんま好きじゃないんですよね。こういう、オーソドックスなタイプが大好きで、薄塩とかね、そういう味のやつがこう一番好きっていう、はい、シンプルイズベストなんですよね。はい、あっという間に寝床完成です。ただやばい、風がやばいな、これ。おはよう、みんな。ねえ、この風正気？無理やって、こんな平鈴木の風やって。さあ皆さんの OK です。最高。まあ久々に曲がってる、ちょっと、あ、ちょっと曲がってるか、こんな感じか。よし、いやマジで気持ちいいですね。久々の琵琶湖来ました。イエーイ。最近ちょっと海が多かったんでね、琵琶湖
満喫していきたいなと思います。で、今お昼ぐらいですね。まあどんな感じなのかもさっぱりわかりません。まあ、とりあえず楽しんでいきたいなと思います。 YouTube 見てるみんなわかる？じっくり見て。これトロロが生えちゃってんだよね。これ緑がかってるの見えるかな。まあでも釣れんことはないと思うんで、楽しんでいきましょう。で、まあここ深いんでまあいいんですけど、もっとあっち行くとね、ちょっと浅めになるんですよ。で、その浅めになるエリアは、もうこれからの時期、ほら、あれがぼっさり生えちゃって、釣りができなくなるんですね。正確に言うと、まあワームとか、シンカーつけたら終わりみたいな状況になるんで、まあ今6月なんでまだ大丈夫だと思うのよ、多分ね。だからあっちも楽しんでいきたいなと思います。これですね、今日の一番手。ああ、いいでしょうね。君に決めた。さあ行きましょうか。ドラグをとりあえずチェックして、まあここねベイトでやってもいいんですけど、根がかり地獄になるんでね、とりあえず行きましょう。いいね。なんかこれ嫌な予感するな。今投げてるところでももうなんかトロロが多い気がする。トロロついてね。あ、大丈夫か。あー、ちょっと絡んでるかな。おー、いい感じ。おー、いい感じ。すごいいい感じ。臭いね、これ。あー、でもちょっと生えてるか。これが問題やな。見えるもんね、そこまで。あー、これきついかも。あー、ダメだこれ。ウィードさん登場しちゃってる。長年琵琶湖で釣りしてるくせに僕ウィードの釣りが苦手なんですよね。脳進化でこれですよ今。アユいるね。小アユがいてます。じゃあちょっと軽くまたウィードの具合を。ゴリゴリあるね。あー、そうか。いや、これウィードあるな。にかかってくるって感じでもない。もっと風弱かったらいいけど、ちょっと風が強すぎるもん。なんでこれ結び目を作っておくかっていうと、ラインがラインの下に入り込まないようにするためですね。こう巻き込んじゃった時に、ね、
意外にいける。お、食った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 。あれあれ、一発バイトがあってすぐ抜けた。ちっこいな。マジか、ちっちゃいわ。結構イケイケやな、これで食えるってことは。うん、食った。あれ違うか、今の食ったっぽいけどな。あれ違った？なんか、食ってたのかよくわからん。あ、ワームが吹っ飛んだ。ほった。ポッコバス久しぶり。いいね。君は一体いつ食ってたんだ。ちょっとわからんぞ。これブリッと、こりゃいかんな、濁っとんな。これね、黒行くぜ。うわ、きったね。ラインが汚くなっていく。お、くた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 。よっしゃ。うわ、でっかいで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 かい。うわ、いらっしゃるか、絶対に。危ない、危ない。うわ、めっちゃ怪我してるこいつ。閲覧注意や。よっしゃ、おった。やった。うわ、すごいやつ来た。願いよ。やばいでしょ。やった。一体君は何センチなんだ？あ、46なんや、これで。52見えたわ。